まずい、次元か。わしと戦うつもりはないようじゃな。先ほどの悟空との戦いを見せてもらったぞ。今まで見たこともないほどの凄まじい強さじゃが、悟空もこの戦いの中で急速に成長しておる。弟子の成長を見るのは楽しいもんじゃ。お前は孫悟空の師匠なのか。そうじゃが。ならば戦う理由ができたな。ところでお主、それだけ強くてドラゴンボールで叶えたい願いなどあるのか。俺とて叶えたい願いはある。やはりそうか、ジレン。お前はまだ。お前たちにも教えよう、ジレン。強さへの執着の理由を。ジレン、ある悪党に両親を殺された。そして師匠となる男に助けられ一命を取り留めた。それからジレンは師匠のもとでさらなる強さと正しい道を極めようとした。ジレンの周りには仲間ができた。そこに再びジレンの両親を殺した悪党がやってきた。ジレンは勝てる自信があって仲間と共に戦ったんだ。だが奴は強すぎた。ジレンの仲間は次々と殺された。ジレンの師匠までも奴との戦いで命を落とした。ジレンは再び立ち上がろうとしたが生き残った仲間に立ち上がる者はいなかった。力なき者は強者に従うしかなかったが、ジレンは一人になった。その時痛感したんだ。信頼など無価値だと。それと同時に理解したのさ。強さこそ正義、強さこそ絶対なのだと。勝てば周りがついてくる、勝利すれば全て手に入る。そこに感情など不要。俺はそんなジレンのとてつもない強さへの渇望とその孤独心に惚れたんだ。おしゃべりが過ぎるぞベルモット。お主にそのような過去があったとは。じゃが何が言いたい。その師匠はお前さんが一人で戦うことを望んでおったのか。隙だらけだ。もうお前と話すことはない。ジレンよ、今の悟空ではお主を倒すことはできん。じゃがこの戦いの中で成長し必ずやお主をも超える力を手に入れるじゃろ。わしはそう信じておる。じいさん隙だらけだぜ。何？ジレン、貴様は何が目的でそこまで強くなった？正義のためだ。生ぬるいことを言うな。正義なんかのためにそこまで強くなれるはずがない。
お前たちの宇宙は随分と平和なんだな。何？正義を執行するのにその程度の強さで十分なんだろう。なんだと？ベジータ、手を貸すぞ。この状況で誰も助けに来ないとは、ジレンさん、よほど人望がないんですね。俺はお前たちとは違う。仲間の救援などいらん。ちょっと待て、俺はフリーザを仲間だなんて認めてないと。それはこっちのセリフですよ。俺も一時的に手を組んでいるだけだ。もともとは孫悟空の敵だしな。なるほど、孫悟空に負けた者たちが徒党を組んでいる。過去の話だ。カカロットの野郎なんかすぐに追い抜いてやる。こっちだ。油断したな。どうした？それは行くぞ。本気で行くぞ。はっと口だ。なっどっどっ残念だ。くっなっよっつまらないな。くっゼロ。お前はここまでだ。悪は俺だ。くっけものか、あいつは。なんと、なめるな。本気でかかってこい。やこら、さっさと来たらいい。どうしよう。なんと、やこ、なんと。何しに来やがった。一緒に戦いに来たんだ。
なるべきジレンに勝てるかもしれねえと。ふざけるな。貴様にはサイヤ人のプライドがないのか。ジタン、俺は一人の戦いじゃねえ。ジレンに勝つ力を合わせるしかねえんだ。孫悟空、失望したぞ。それだけの強さを持ちながら仲間に頼るという当面の結果だ。ジレン、加勢するぞ。他の者は気にせず、孫悟空と存分に戦うがいい。なんだその力は。まさかウルス様と同じ破壊神の力だ。トップ、お前は自ら進んで破壊神。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。ベジータ、いつの間にかオラとおめえだけになっちまったな。ジレン、トッポはお前のために覚悟を決め、破壊神の力を使いベジータと共に落ちた。あいつのためにも必ず孫悟空を仕留めろ。破壊神の力をもってしてもあのサイヤ人と相打ちとはな。ジレン、多分今のオラじゃおめえには勝てねえ。でも絶対に負けねえ。わけのわからないことを。孫悟空、今度こそ決着をつけてやる。守りが優れていよう、攻めがなってなければ勝ちは得られぬ。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め、ジレンを超えるとでも言いたいのか。ありえん、それこそ寝言だ。力の体感、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。ジレン、もう終わらせるのだ。今すぐ奴を、孫悟空を落とせ。さあ、始めるぞ。強さの先にあるもの、こっからが本当の勝負だ。ジレン、孫悟空、苦手の極意が何だというんだ。ジレンは負けない、どんな時もな。おめえの極意、そんなはずはない。俺は負けん、負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように、俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから手加減はせんぞ。カカロットが追い詰めたことで、やつは
つてのトラウマを再び思い起こしてしまったか。まずいぞ、これは。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータと、それに他のみんな、オラに託してくれたんだ。その思いにかけて、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ、そんなものを。おめえほどのやつだったら本当は気づいてんじゃねえんか、オラが言ってることをよ。誇り高き戦士、孫悟空。このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だが、お前の存在が消えても、お前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないとね。今度は軽い怪我じゃ済まないぞ。二度は食らわん。お互いにな。ジレンは、ジレンはよくやった。立つんだジレン。何のために今まで誰も信頼せずに己の強さを磨いてきたんだ。お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。最後まで。まったくヘドが出ますね。黙れ。逃げろフリーザー。お前ら！血だらけ。やっ、そら！なめるな！目障りだ！やっ、波！やっ、た！やっ、せ！やっ、血だらけ。さあ、始めるぞ。血だらけ。俺の邪魔をさせん。さあ、強さこそ正義だ。何してろ。本気でかかってこい。行くぞ。はあ、さあ走れるぞ。ふんがやっふんとふんがやっふんとふんがやっふんとふんがやっふん。つまらん。ちゃっ、油断したな。俺の邪魔をさせん。さあ強さこそ正義だ。走れるぞ。
とも博士殺しになっちまってよ。俺の邪魔をさせん。さあ孫悟空再び立つか。俺の前にすごい量の手はジレンに集中していく。ジレンのやつ吹っ切れやがった。やっぱジレンはすげえ。たった一人でここまで強くなってよ、俺たちが束になってもかなわねえかもしんない。俺の邪魔をさせん。私を生き返らせるという約束を覚えているでしょうね、フリーザ。消えろ。やっぱ強えな、ジレン。戦いが終わったばっかしなのによ、俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、また会いて。消えてしまった全ての宇宙を元に戻してくれ。ジレン。それでいいの？いいの？孫悟空は最後にまた戦おうと言った。ずっと過去に囚われて生きてきた俺に新たなつながりを作ってくれたんだ。俺は過去の後悔ではなく、この先の約束を選びたい。ジレン。孫悟空、やはり不思議な人間だ。星での任務が待っている。手早く頼む。レクテツヤ鉄士ども、ニトモウユチウノテベス竜馬主帝旗。次もその次も俺は貴様に勝つ。また会おう、孫悟空。トッポ。ん？ここでの任務は完了しただろう。帰還の号令を頼む。